アイドルとしてだけではなく、モデル、女優など様々な場面で活躍を続けている乃木坂のメンバーたち、そのマルチプレイヤーぶりに多くのファンは虜になっています。そんな乃木坂は多くの個性的なメンバーが集まるグループですが、その中でも特にいじられることで知られるメンバーたちはファンにとっても特別な存在です。それでは今回は乃木坂の中で特にいじられているメンバーを4名ご紹介します。彼女たちは他のメンバーからの愛情あふれるいじりにどう対処しているのか、そしてそのいじりがどのようにグループ内の絆を深めているのかを見ていきましょう。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは斉藤飛鳥さんです。斉藤さんは2023年にグループを卒業、現役時にはシングル6作目でセンターを務めるなど乃木坂のエースとして活躍しました。モデルやドラマでの活躍も凄まじく、他のメンバーからも雲の上の存在と称されるほど。そんな斉藤さんですが、グループでは多方面からいじられている存在でした。2020年11月放送の乃木坂工事中でのスタジオ即売会2022を放送。自転車が好きで、普通の自転車は普段から乗るという斉藤さん、電動自転車は乗ったことないという斉藤さんは、初めは普通に漕ぐだけでいいんですよね、すごい出ますかと不安な様子を見せ、怖いと言いながら MC の設楽さんやスタッフにぶつかりそうになる場面も。また設楽さんから、飛鳥ちゃんチビなのにぴったりなの持ってきてくれたと愛のあるいじりに、チビって言わないでください、平均的ですと突っ込む姿や、日村さんから自転車乗れる？大丈夫？と言われ、乗れてますよ、とキュートに怒る姿も。ネットでは、斉藤さんが自転車に乗る姿やバナナマンとのやりとりが話題に、自転車で楽しそうな飛鳥ちゃん癒される、自転車でビビる飛鳥ちゃんも可愛い、バナナマンの2人にいじられる飛鳥ちゃん最高すぎる、など、反響が寄せられました。斉藤さんは後輩からもいじられており、2020年11月に放送された乃木坂工事中でのとあるメンバーからの斉藤さんへのいじりに注目が集まりました。ドラマや映画での共演で一気に距離が縮まったという2人のやり取りに、スタジオはもとよりファンも大盛り上がりとなった。映画「映像研には手を出すな」では山下美月さんと共演。映画で共演する前はほとんど喋ったことがなかったという2人、しかしこの映画をきっかけに距離がすごく縮まった結果、テレビでもいじり合ったり、上下関係があまりなく接することができるようになったそうです。番組では自己分析選手権と題して、自分の長所と短所をメンバーにクイズとして出題、客観的な自分像を他のメンバーに再確認してもらう企画が行われました。斉藤さんの短所第3位を当てるというもので、早速山下さんは「めくら」と回答。これに斉藤さんは「お前さ、マジでさ」と爆笑。アンニュイな感じが出てるとかろうじて補足する山下さんだが、続けて「洗面所で生活している」と回答。そんな中 MC の設楽さんから「ハテナに見えちゃう」とヒントが与えられると、山下さんは「顔がちっちゃすぎて豆みたいに見えちゃう」とさらりと回答。斉藤さんは「先輩なんですけど」とつぶやいた。ハテナが悪そうに見えちゃうとのバナナマンからの追加ヒントに、山下さんは頭が悪そうに見えちゃう、姿勢が悪そうに見えちゃう、身長が小さそうに見えちゃう、仕事ができなそうに見えちゃうと畳みかけます。山下さんは短所なんてないですよ、飛鳥さんにないけど強いて言うならそうかなみたいな、私は思ってないですと本心ではないことを強調していた。このやり取りに視聴者からは、いじられ放題の飛鳥ちゃん、飛鳥ちゃんいじり炸裂、本当にいい関係性になったよな、先輩いじり最高など数多くのメッセージが寄せられていました。斉藤さんは完璧なアイドルとしてのイメージが強いですが、後輩からもいじられるほど優しさにあふれていて、人当たりがいい人なのでしょう。次は新内麻衣さんです。新内さんは2022年にグループを卒業、グループ初の最年長30歳メンバーとして注目を集めました。スラッとした長い足がチャームポイントであり、多くのシングルで選抜メンバーとして活動していました。そんな新内さんは最年長がゆえに年齢をいじられることが多いです。2016年10月には舞台「墓場女子高生」に出演。1期生の伊藤真理香さん、2期生の伊藤純奈さんら8人のメンバーが女子高生役で登場したこの舞台。当時 OL とアイドル活動を兼任していた新内さんは、
女子高生のわちゃわちゃ感が足りなくて演出の方に怒られてしまったと明かしました。当時現役女子高生であった伊藤さんは垣間見えるババア感があると毒舌を浴びせ、鈴木彩音さんは今時な感じはしないけどこういう女子高生もいるのでありかなと思いましたと悪ノリ。新内さんは頑張ってるんだよとタジタジだった。突っ込まずに肯定的な返しをするからこそいじられてしまうのでしょう。新内さんの年齢いじりは年々加速しており、2020年の乃木坂工事中ではピッピの意味を答えなさいという問題に対して最年長の新内さんはポケモンと真顔で答え不正解。新内さんのポケモンという回答を見逃せなかったバナナマン日村さんは絶対それってギャル語じゃないじゃんと新内さんに思わず突っ込んでいました。そして次のピエンパオンハテナという問題でも新内さんはヒーヒョンとまたまた珍回答をし、再びバナナマンのお二人から出たおばさんですけど、完全におばさんが紛れ込んでるんですけどといじられっぱなし。さらに新内さんはバナナマンのおじさんチームが回答をしている最中に、え、なんかパオンってゾウさんじゃないですかと発言して突然に横から絡み出し、またもやバナナマンのお二人からうちなんですけどおっかねえよおばさんの絡み、お盆の時のお母さんみたいと総ツッコミを食らっていた。 SNS 上では40歳扱いされる新内、新内さんのおばさん感最高、マイチューンいじられっぱなしじゃん、マイチューン無双回だった、ポーズも古い、マイチューンなどと最年長メンバーでもある新内さんのおばさんっぷりがファンたちの間で話題となっていました。そんな新内さんのいじりが許されるのも新内さんの包み込むような優しさがあってこそでしょう。次は神奈川さやさんです。神奈川さんは4期生でありファッション雑誌レイの専属モデルを務めるなど、その抜群のスタイルでファンを虜にしています。そんな神奈川さんですが、ややずれた発言や行動が目立つ天然タイプのメンバーとして知られています。斉藤飛鳥さんと梅澤美波さんに紹介された乃木坂工事中の企画4期生売り込み賞で癖が強い早口言葉を披露した時からその兆しは見え始めていましたが、最近も家族だけが知っている鉄板エピソードにて母親から娘に足りないものに知識、語彙力、滑舌を挙げられており、家族からもいじられる始末、また全部埋めてあって0点の国語のテストからどんぐりの背比べをずんぐりむっくり、コーンフレークとフランクフルトを間違える、歌詞に出てくる言葉は全然わからないなど次々と出てくる神奈川さんの信じられないようなエピソード。過去に乃木坂のので MC だった梅澤さんからいじられメンバーと認められていたことがあるほど、そのおバカっぷりにいじりがいがあるメンバーとしての地位を築き上げました。一方で神奈川さんの負けず嫌いな一面が出たのが乃木坂どこへでバッティングセンターを訪れた時のこと。スポーツが大好きで自信満々の神奈川さんは一生懸命バットを振るが、ネクストバッターでブンブン素振りをするセイニアレイさんに注目がいってしまい、神奈川さんはその悔しさから号泣してしまいます。そんな負けず嫌いなところも普段の天然な神奈川さんとのギャップを感じますね。最後は菅原さつきさんです。菅原さんは5期生であり、一見上品でおとなしそうなイメージを持たれがちですが、5期生一のおしゃべりと言われるほど元気はつらつであり、それに加えて甘えん坊な性格を持っています。そんなおしゃべりな菅原さんですが、実は5期生の中でもかなりのいじられメンバーであると話題になっています。菅原さんがいじられキャラになったのは加入後間もなく乃木坂工事中でのことでした。2022年4月、同じ5期生の中西アルノさんがセンターを務めるニナインズシングルアクチュアリーのヒット祈願の続編が行われた中でも、菅原さんは先輩の4期生田村真由さんとペアを組み、全長 46km のフラワーラインを2チームに分けて自転車走破する開運フラワーライン自転車走破に挑戦。いざスタートすると開始5分で激しいアップダウンが続くエンドレス坂道に突入。菅原さんは徐々に遅れ始め、ギアの使い方が下手すぎたと言い、走りながらギアチェンジできないことが発覚。スーパーカルカルギアで足を高速回転させるも、ギアが噛み合わず空回りして前に進まない状況に陥っていました。途中2人はヒット祈願のために訪れた満徳寺でおみくじに挑戦すると、田村さんは大吉を引き当てるも菅原さんは小吉、別のおみくじを引いても田村さんは大吉で菅原さんは小吉という結果に。これに MC の設楽さんが、またなんだよ
小吉って呼ぶぞこれから、と菅原さんのあだ名を小吉と命名し、菅原さんが笑いながら、やめてください、と懇願すると、設楽さんは小吉と呼び、日村さんも小吉っぽいな、マジ小吉ね、今日から、と言い、菅原さんのあだ名が小吉に決定しました。このやり取りから、菅原さんの愛されっぷりといじられキャラが定着しました。その後も菅原さんは、自転車のギアを上げられずに空回りで走っていると、設楽さんから、小吉っぽい漕ぎ方になってるよ、とからかわれ、ヒット祈願のために訪れた神社では、頭を下げた際、目の前にあった賽銭箱に頭をぶつけ小吉ぶりを発揮、設楽さんから、頭打ってんじゃん、小吉、と突っ込まれると、日村さんも、ドジばっかりじゃん、と呆れていました。この時に突っ込まずに大笑いしている菅原さん、だからこそいじられるようになったのでしょうね。いかがでしたでしょうか。今回は乃木坂の中で特にいじられている4人のメンバーをご紹介しましたが、皆さんのお気に入りのエピソードはありましたか。彼女たちの明るくてユーモアあふれるキャラクターが乃木坂の魅力を一層引き立てていますよね。いじられているというのは愛されている証拠、いじられることでその人の良さが出てくるものです。これからのメンバーたちのいじられっぷりにも注目です。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。